皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下博也と申します。つながる届く緩和ケア。第5回目の今回は、辛さ、気がかり、我慢、遠慮せずに主治医、癌治療医に相談をというテーマでお話ししてみたいと思います。患者の辛さや気がかりに医師が対応するためには、まず、患者が 医師に辛さや気がかりを伝えることが必要です。または、医師が患者に辛さや気がかりを尋ねるというようなコミュニケーションを取らないと始まりません。しかし、日本人の中には、ハイコンテクスト文化といって、察する、医心伝心などというコミュニケーションを重視する傾向があります。これも患者、 医師間のコミュニケーションの障害となっている側面もあるようです。患者が辛さ、気がかりに対応してもらえるためには、まず患者が自ら医師に辛さや気がかりを伝えるということが必要ですが、患者が医師に伝えることを躊躇していたり、また患者自身が自身の問題にまだ気づいてない、または直面したくないという問題もある場合があります。 患者が医師に辛さ、気がかりを伝えることを躊躇する理由としては、一つ目には、こんなことを尋ねたり、相談してもいいのかな例えば気持ちの辛さであったり、家庭内の問題であったり、経済的な問題であったり、仕事の問題など、これらに関しては医師に相談してもいいものか、そういうことを躊躇される方は多いと思います。二つ目に、あまり 辛さ、特に体の辛さを訴えると、そんなに調子、具合が悪いなら、今日の抗がん剤治療はやめておこうかと、主治医から言われることを心配するということもあるかもしれません。3番目に、医師は常に忙しそうにしているので、いろんなことをなかなか訴えたり、尋ねたり、できないという問題があるのかもしれません。4番目に、辛さや気がかりについて、うまく、 言語的に説明できないという問題もあるのかもしれません。5番目に今まで辛さや気がかりを医師に伝えてきたが結局は対応してもらえなかったこんな経験が多いとそのうち患者は医師にはいろんなことを訴えなくなるのではないでしょうかしかし伝えて相談することが全てのスタートですまずは相談してみましょうがん治療医に相談しづらい 相談しても対応してもらえない場合には、適切な専門職を紹介してもらったり、看護師、薬剤師、相談支援センター、緩和ケア医などの利用を考えましょう。患者が自身の辛さや気がかりについて訴えることの重要性は、研究、実際の臨床場面においても、近年、Patient Reported Outcome 患者報告アウトカムの重要性が注目されています。これには、患者の評価と医療者の評価の不一致、何に重きを置くかの不一致などがあることから、まず、患者がいかに辛く感じてて、困っているか、日常生活でもどうか、こういったことの重要性が近年注目されています。次に、 医師が尋ねないと始まらないという問題もあります。しかし、ここにもいくつかの問題があります。一つ目には、患者と医師が考える問題の重要性の相違ということがあるかもしれません。例えば、抗がん剤の副作用を一つとっても、医師は頻度が多く、また重症度が高いものを中心に尋ねますが、患者にとっては日常生活に支障がある、 困っていることを中心にお話しするかもしれません。2番目に、こんなことが問題だとは知らないということもあるかもしれません。患者と医師の関心、困りごとに関するギャップです。3番目に、診察時間には限りがあるので、患者が自ら訪ねてこなければ、あえて尋ねに行かないという医師もいるかもしれません。4番目に、自らが対応できない問題に関しては、 あまり尋ねないという傾向もあると思います。今回、辛さ、気がかりに関しては我慢、遠慮せずに主治医、癌治療医に相談をというテーマでお話ししました。次回は、より具体的に患者が自ら医師に自身の辛さや気がかりについてお話をするために役に立つツールについて紹介したいと思います。